一階通道有楽町ビルジングは、東京都千代田区有楽町一丁目にある建築物で、ある。本ビルが立地する山手線、京浜東北線有楽町駅西口には、1946年、暮れに開館したスバルザとオリオンザの二つの映画館があった。スバルザは1953年9月6日に火災により消失。オリオンザその後も上映を続けたが、 1956年9月末で閉館した。毎日新聞社は北側にあった東京本社社屋の拡張用地として両映画館跡地を取得したが、三菱寺所はこの土地を1964年5月に買収。同年7月に有楽町国際ビルの仮称で新ビルを着工した。当初は従来の建築基準法に基づき地上9階建てで、 設計されたが、南側と北側の道路幅員が狭いために、車線制限を受け、建物上部をセットバックする必要が生じたことから、改正建築基準法の容積率制度を取り入れ、地上11階建てとした。ビル名称は1965年9月に新有楽町ビルジングとされたが、1966年1月に有楽町ビルジングと再度変更され、 これが正式名称となった。1966年5月に竣工したが、前年の証券不況や、1963年に建築基準法が改正されたことから、ビルの駆け込み着工が相次ぎ、賃貸オフィスは供給過剰となっていた。このため竣工時には、オフィスフロアが1、3ほどしか入居せず、低層階の商店に家賃の回収に行った。 三菱辞所の営業社員が、これでは商売にならないと店主から叱られ、なかなか回収できなかったという逸話がある。その後の勧誘によって、竣工後1年弱で入居率は7割ほどに向上した。1968年3月13日未明、本ビル2階で藤田琴留が名目上の経営者となっていた、裏草うなで、 木製ベンチの下に設置された電熱炉の熱で木材が炭化し、無炎着火により出火。一酸化炭素中毒で利用者3名が死亡している。2021年7月28日に、三菱地所より、有楽町エリアの再構築の一環として、新有楽町ビルジングと共に、当ビルを建て替えることを発表した。なお、三菱地所の関係者によれば、 オフィスや飲食店を中心とした複合ビルを構想しているという。3階までの低層部は白い大遺跡の柱とアルミニウムの壁で縁取られ、4階以上はワインレッドのカーテンウォール構造とされた。地下1階から地上2階にかけては商店や飲食店、2階と3階は有楽町スバルザ、4階は委員を中心としたフロア構成で屋上は夏には、 ビアガーデンが開設された。ありがとうございます。